ドジャース・フリードマン編成本部長が、佐々木に関して、彼に素晴らしい才能があるのは明らか。彼は過去に米国に来た才能ある投手たちの仲間に入る人材、と話したことが、タンパリングに当たるのではないか、という抗議につながったようなのだ。佐々木にコンオフ、メジャー挑戦の可能性があることは日米要求会で周知の事実。そんな状況下で、仮にもメジャー球団の編成責任者が、まだロッテと契約中の佐々木を絶賛したのは、周波を送ったに等しい行為と受け取られたのですよ。25歳以上ないともう取れないルールにするべき。ドジャースよりエンゼルスの方が老気に合うと思うわ。ドジャースは日本人チームにしよう。日本人ばかり同じチームじゃつまらん。佐々木対大谷の方がよっぽどみたい。来年に行くなら規約の関係上、格安で獲得ができるからな。貧乏球団でも争奪戦に参加ができる値段。もうドジャースとは水面下で相思相愛の関係なのか。佐々木って大谷と親交あるんか。由伸とならあるけど、WBC ではダルにいろいろ面倒見てもらってたからパドレス行けよ。あの場で一緒に戦った時点で親交あるやろ。密約があったかどうかでしかないぞ。ロッテにメリットは一切ないから、コンオフ出すなら密約があったということや。大谷、佐々木当てにしてドジャースの先発は大物取ってないしね。カーショーも1年フル稼働できないだろうし、どんなに文句言われようと佐々木取るでしょ。25歳ルールは向こうの選手会の要望だから、あんまりルール無視してたら本当に値段関係なく25歳以下はダメになるかもな。佐々木が大谷と一緒のチームになりたい感じは確かに昔からしてる。まあドジャースにいてくれると見やすいからありがたい投手やからあんま気にならんと思うけど。ドジャースからすれば今獲得すればマイナー契約のため贅沢税対策にもなる。佐々木とすれば大谷や山本がいるドジャースは魅力だろうね。早く行った方が良い。もう日本じゃやる気にならないんだろう。ドジャースと佐々木のタンパリンクが認められたらドジャースには移籍できなくなるんじゃないのかな。